気を出して新しい世界を一緒に迎えに行く。ハローワールド。勇気を出して新しい世界を一緒に迎えに行く。ハローワールド。だいぶ消えたね。漁師の世界じゃ私は無敵。あんたが観測しようなんて100年早いんだから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 。何時らが行く末。漁師の世界じゃ私は無敵。あんたが観測しようなんて100年早いんだから。残るはお前さんじゃ。新限定キャラクターシュレディンガーのステータスこのようになっております。はい、こちら超アンチワープ、うん、そして超アンチ減速壁、うん、両方ともね超アビ持っておりまして、はい、まあ、今回紹介したゴーデスね無落者に行けるアンチアビリティセットを持っております、うん、はい、そして闇属性キラー M、うん、持ってて闇属性耐性持っていますので、まあ、攻守ともに活躍できまして、うん、まあ、今回ねその無落者とかですとビットンブレイカーがねかなりサポートとしても役立ちますし、うん、S スタンチャージ M で味方のねキャラクターの SS も早めに貯めていくことができると、うん、素晴らしい素晴らしいアビリティを持っております、うん、そして友情コンボがコピーと同郷衛星団4となっておりまして、そうですよ、うん、コピーしかも闇属性キラー M、はい、乗ってくるということで、やばいやばいですよね。超やばい。ネオで村口はね一緒に行って、うん、ネオがこのコピー当たった時で、うん、友情でゴリゴリと削っていってくれますし、リフレクションリーグ良かったですね。すごかったですよね。すごすぎた。でまあ、長距離遠征団4もまだまだ貴重な友情コンボを持っておりまして、うん、はい、ストライクショットがフィードがアップ&減速壁か加速壁に触れるごとにパワーがアップ、うん、1段階目8ターン2段階目16ターンで打てるストライクショットとなっておりまして、うん、まあ、爆絶なアビが持っているストライクショットと同じものになっているんですけども、まあ、ムラクシャとかも、ね、減速壁結構出ますので、はい、まあ、この SS を使ってよくジャキジャキと殴ってもいいし、まあ、1段階目8ターンで早めにも打てますし、うん、2段階目まで貯めて威力ねたっぷり貯めて攻撃するのもよしといったシュレディンガーとなっております。以上新限定キャラクターシュレディンガー紹介していきました。皆さんお楽しみに。バイバイ。